こんばんは、平井弘明です。また真面目な動画やります。最近やってなかった初心者の方に向けての動画をやっていきたいと思います。内容としてはやっぱり何をこう重点的に練習したらいいのかとか、どういうことを考えて練習したらいいかっていうのがやっぱりわからない最初の時に。でそういうのがあると練習に行く意欲だったり技術のアップですよね、そういうのにつながるんで、最初にこうやっておくべきことっていうのを練習方法なりそういうのをちょっと取っていきたいと思います。平井弘明のワンナップゴルフ。やっぱり大事なことを2つ言います。アプローチとパター、これを初心者の頃からずっとやっとけばもういつかはとかじゃなくて絶対役に立つの。そうで、アプローチパターってもうどれだけ上手くなっても必要なことだし、やったらやった分こう良くなるんだよね。そうだからアプローチパターをやった方がいい。でその理由としてはフェース管理、フェースの向きの管理が上手になるから。どういう練習をしたらいいかをちょっとやっていくんだけど、まずスタンスは自分が例えばこれから5ヤード打ちますって言ったら、5ヤードを打つスタンスはどれぐらいなのっていう。だから5ヤード打ちやすいのがこういう人が例えばいるとする、そしたら全然これでいいし、こっちの方が5ヤード打ちやすいよって言うんだったらこれでいい。その決まりはない。平井は5ヤードこれぐらいなんですよ、だいたい拳1個ぐらい。そうで5ヤードを打つときにこのフェースの面がずっとターゲットを向いてる意識、こうやってこう、全部同じところだったそうで、これの意識っていうのはバックスイングは回転はしないの、腕2本でバックスイングをこうやって取る。でこの形になりましたって言ったら、今度このクラブ腕2本と上半身を同じスピードでこっちに向く。そうだから言葉で言うと腕同時全部っていう感じ。そう腕全部、ちょっともう一回そのイメージで言ってみるね。腕全部このイメージ。そうだからアドレスからこのフェースの向きは絶対こうやって変わんない、もうこのままこの向きのまま腕体、腕だけ体全部っていう感じ、うん、そのスイングをアドレスした時の形から腕体全部で、ちなみに平井のグリップ力っていうのは結構固め、10段階、10がもうギューだとしたら8ぐらい、結構強い。それはグラグラさせないためで、この時にやっちゃいけないのはこのイメージ、これは良くない、これぐらいのロボットなイメージ、うん、で今打ってる腕全部、これをできれば打ち放題だったら2時間打ち放題だったら2時間やってればいい。このスピードだったら500から700球ぐらいは打てると思うんだよね、打ち放題で。それひたすらやってたらいい、5ヤードうまくなんだ、全然なる。で5ヤードを1日それぐらいやりましたって言ったら、1週間に1回ぐらいのペースの方だったら4回月に行けるわけじゃない。したら1週目の練習で5ヤード、したら2週目は10ヤードから15ヤード、次に20ヤードで、4週目に25ヤードから30ヤードを同じ意識で、同じ意識で腕体、これで今多分30ヤードぐらいだね。そうそこまでもうひたすらひたすらやってる。もちろんその決められたターゲットに届いても届かなくてもいいのよ。何が大事かって言ったらそのフェース管理ができてるかどうかなのよ。 それがすごい大事だから、その感覚、例えばこの距離で曲がっちゃったら大変じゃない。これが例えばさこうやってなっちゃったり、そうで遅れてさこうやってなっちゃったりしたらダメでしょ。そうだからその感覚がない、自分が
向いたところを狙おうとしているところにフェースを管理したまんまこうやって動けることがまず大事。できなくていいの、できなくていいの、やろうとした方がいい。脱力っていうのはあんま考えない方がよくて、例えばこれこうやって今登録にフェース向けてるでしょ、ヘッドで、これがさ動くってことはこうやってなるってことじゃない。これも例えばじゃあ誰かにこうやってやられようとして動かないようにしてって言った時に何やるかさ、力入れるでしょ。そうだから緩くしちゃダメなの。形を変えない、角度を変えないで打ってあげる。そうこれがすごい大事。うん、こういうその練習っていうのがその初心者のうちにやっといた方がいい。うん、何もあのキャディバッグ全部持っていく必要なくて、例えばじゃあこれ何番でやったらいいのって言ったら、今俺58度でやったんだけど、ピッチングとかでもいいのよ。そうピッチ、例えばこの動きでいや10ヤードしか飛ばないよって言うんだったら、番手をこうやって上げてピッチングとかで30ヤードを同じ形でこうやって打つ、腕体全部っていう感じで打ってあげる。腕体全部。そう、でもそれって番手が上がっててもこの打ち方、この打ち方、ドライバーも、ドライバーは振るじゃない、そのフェース管理のアプローチのその練習の仕方ね。でもまあ変な話ドライバーもそうよ。ドライバーはある程度スタンス広げてもらっていいんで、肩幅ぐらいにこうやってスタンス広げて、でフェースをまっすぐターゲットに向いたと思ったら腕からだってこうやって打っていく、こういう練習、腕体こういう練習。そう何番でもあの一緒っていうか同じことをやってもらった方がいいし、そういう練習ってすごい大事なんだよね。とにかくそうあのダウンスイングからフォローまではね、うん、バックスイングは腕だけでいいの。そう本当に多少体回ってもいいんだけど腕体で、ポイントとしてここまで上げるじゃない、なんとなくしたらヘッドとグリップと右腰と右肩、この4点、この4点が同じスピードでこうやって動いてあげる、回ってあげる、そしたらいい球出るでしょ。そうとにかく同調させなきゃいけないの。そう上級者になってくると右膝がプラスされて5点、この5点が同じスピードでこうやって回ってあげる。そう回った方が分かりやすいかなと思って真面目にやるね。ヘッドグリップ、右肩、右腰、右膝が同じスピードでダウンスイングから動く、こうやって。そうこれもう一回いくね、こう。それ初めて言ったね。初めて言った、レッスンで言うけどね。うん、教えてくれたんだ。じゃあ初心者の方には優しいから無職だから。そうだね、そう、そう無職の方にこれを取り入れたらクラちゃん取れるから。嘘、取らせたい取らせたい、そう取ってもらいたいの。特にこれね、なんでやろうと思ったのかっていうと、水戸からねご夫婦でレッスンに来られたお二人いて、旦那さんの方がレッスン受けて奥さんの方が隣で打ってたの。奥さん何かありますかって言ったら、あの初心者向けの動画を撮ってもらいたいって。あ確か最近やってないなと思って、これめっちゃ大事なこと言おうと思って、そう、それで登録にちょっとお願いして動画撮ったの。そうこれって初心者向けとして今やってるけど、どのレベルでも大事なことで、4点なり5点を同時にフォロースルーで左に向けるってことはすごく、要は送り方だよね、それがすごい大事だから。だからそういう練習を初心者の時から、これパワーも何もいらないから、スピードもただタイミングを合わせればいいだけの練習なんで、そうだからそのタイミングがめちゃくちゃ重要だから、ゴルフって。だからそれを最初の時からやってた方がいい。そうするとそれは戻ってくるんだ。戻ってくる、戻んないとそうなんないの。なんない。例えばそれを今やってる初心者平井ね、それでこれ右行ったでしょ、右行ったらどうするかって言ったら、
単純な話こうやって当たってるんだよね、はいはい、だからこれをまっすぐしたらこうなるじゃない、したらインパクトでもっとクラブがこうなるように打つようにしなきゃいけないじゃない、の時にちゃんとこうやって同調してなきゃいけないじゃん。そうグラグラはいけないし、ちゃんと自分の回転するスピードに合ったクラブのスピードで触れてないとこれはナイスショットが出ないのね。そうだからそういう全てを一致させることも要は大事なことに含まれてるこの練習だから、そういう練習をね絶対した方がいい。今のとかも軽く打ってんじゃん、ちゃんと当たってんじゃん、あれ簡単そうに見えるけど自分でやると絶対当たんないんだよ。めっちゃくちゃ難しいよめっちゃくちゃ難しい。でもね本当は簡単なの。これ7番ね、これ前1から8ってやつやったじゃない、これね大体ね4ぐらい。あやっぱりじゃあそれをやっていく中でそうなんだね。そうやっぱりそこにつながるんだよね、うん、で絶対通んなきゃいけない道だから、うん、もう先にやっといた方がいい。前はその1から8の動画ではこっからここってやったじゃない。そうでそれはこっからここやってくださいしかもちろん言わなかったんだけど、じゃあそのポイントっていうのを今回この動画でやっていきたいっていう感じなんでね。だからそれはクラブの振り方だったりっていうのを腕2本でなるべくここに上げて、そっからこの形のまんま本当にこうやっていく感じなんでね、同時にこうやってこうやって、これでも超ナイスが出るじゃない。そうだから別に本当にふざけたように格好は変だけども同調して動いてるからやっぱ当たるわけよ。それがすごい大事なこと、うん、とにかくそのどっかがリードしないし、お常に本当に本当にこういう感じだよね。同調させて右サイドをちゃんと左に送ってあげること、その練習をしといた方がいい。だからイメージとしてはこういう感じだよね。こういう、そうこうじゃなくてこういう感じ。そうでこうやってなっといて、こうやってちゃんと送ってあげる、こうやって、それがすごい大事。あとは一緒に回るとあれか回転不足はないんだね、一緒に回ってるから。ない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 、だからいいんだね。あとにかく見てて肩の回転不足が多いから、うん、それを最初からなくしちゃう、うん、一緒に回ればいいんだ。一緒に回ればいい。そうだからちゃんと、まあ、肩なり胸なり上半身をちゃんとこっちに向けてあげることっていうのは本当大事で、テルミね、テルミです。そう本当大事、うん、だからそこから例えば止めるなりもっと腰切るなりっていうのはもっと上のね段階だから、今その最初の段階で必ずやらなきゃいけないことっていうのはちゃんと向き切ることっていうのが大事。そう本当大事なことだから今でも普通にできるでしょ。 それぐらい大事なことだからやれないとダメなんだよね。これであと最初に言ったパターなんかも一緒で、パターなんか多分一番分かりやすいフェース管理がもう家でもできるし部屋でも、うん、1メーター先にちゃんと当てられるかどうか、ターゲットに1メーターだったらボールを打ってボールに当てるぐらいの方がいいんだよね。ペットボトルだと大きいから、うん、1メーターだったらコインとかボールとかにちゃんと当てる練習、それもフェース管理だから。本当パターなんかも超大事で、ちゃんと構えてパターでも多いのがこれ緩い、これやっぱ良くないよね、うん、やっぱりこう普通にこう力まなくてもいいからスッと構えてこうやってパチッと、そうこうやって打ってあげる、こうピッピッと急がなくてもいいからゆっくりの中にも歯切れのいい動き、こうピッピッてこうタイトにちゃんと動いてあげる、こういう動きっていうのはしてあげた方がいいよね。ちゃんとヒットすることをしてあげないといけないから、撫でちゃダメよね、うん、そういう練習を絶対した方がいいな。でパターももちろん、ドライバーももちろん、ドライバーからパターまでまっすぐ生かしたいのは全員そうじゃない。でもパターはインサイドから入れたりとかアウトやんないでしょ。転がるっていうのもある、空中戦じゃないっていうのもあるんだけど、でも
パターってまっすぐ引かないとって、やらなくていいのにまっすぐ引かないとってやるでしょ。そうだから入らないの。いい、これはまっすぐ引けるかどうかは結果論だから、まっすぐ引けてたかどうかだから、そう引けるかどうかじゃないんだよね、うん、間違いなく結果論。まっすぐ引こうとしちゃダメ。パターの動画伸びないからやんないから、やんない、超大事だけどね、うん、違う違う、大事なんだけど、そう全然見るんじゃない、そうやんないから、線いかないからね。いかないで、別にそのトム君と俺はそこ伸びてくれとかそういうのはないけどね。でもなんでかなっていう。せっかくね一生懸命作った動画がね伸びなかったら楽しかっただけでね。そうそうそう。需要あるかなと思っただけ、なんもないんでね。ね、これ初心者向けの動画なんで言わせてもらいますけども、1打目曲がりました。2打目ヘアウェイに出しました、林の中から。3打目グリーン乗りました。ワンパットならパーだから。そうだから結局じゃあどん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 ねカップに近づいてって大事なの何って言ったらもう間違いなくパターだから。そうだからパターっていうのは本当にやりすぎてダメになることもないし、アプローチパターはね、特にまあショートゲームでねは本当に最初の頃からやっといた方がいい。だから本当にね、平井の話して申し訳ないですけど、平井はね両親共働きだったんですよ。それでだいたい小学校終わって家に帰って3時ぐらいね、で6時ぐらいまで家に帰ってこなかったんですよ親が。なんで田んぼだったり近くの公園とかで、まあ、素振りしたり練習場行って、芝生の上から打てた練習場だったから本当にサンドウェッジのフェースがへこむぐらいウェッジが超楽しかったの。それぐらいアプローチとパターをやってた、うん、だからそれはやらされてたんじゃなくてもうやりたかったの自分で。そんなまあビシッとしてる芝生じゃなかったから雑草とかも多かったから、雑草の上に乗って草取りっつって、そう雑草だけこうやって取って練習してやってたし、だからそれが良かったし、うん、だからとにかくショートゲームっていうのはもうやったらやった分良くなるから、うん、だから初心者の方なんかは何を練習したらいいのか分かんないとか、何を練習したらいいのっていう方はとりあえず本当アプローチをやって50ヤード以内のターゲットでいいんで、全部自分の狙ったところにちゃんと打てるかどうかのフェースの管理のチェックでねをしてあげた方がいい。 そう、でそのチェック方法ってはさっき打った、まあ、4点なり5点なりをちゃんとターゲットに同時に回してあげることっていうのが大事です。なんでちょっとそれをやってみてください。練習方法ですよね。で今回はですね、初心者の方に向けて動画を撮っていきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。